おはようございます。つつでございます。今日はですね、見ていただきます横浜本牧インドアゴルフ練習場にお邪魔これからしていきます。ここはですね、なんと世界の、トップコーチ100名に選ばれている井上徹コーチの、インドア練習場になってます。井上コーチはですね、まあ、ジュニアの育成にも関わってまして、国際ジュニアゴルフ育成協会、ここのオフィスに、お邪魔してます。ちょっと中、なんかいろいろちょっと見たいもありますんで、早速お邪魔したいと思います。皆さんご存知の井上徹コーチでございます。ありがとうございます。こんにちは。すいません、お邪魔して本当に申し訳ないです。とんでもないです。横浜本牧インドアゴルフ練習場、どんな施設なのかちょっとご紹介いただければ。はい、はい、まあそうですね、なんかこう、なんか後ろにもいっぱいありますね。そうですね、カフェのような居心地のいい練習場を目指して、まあ、自分がね、はい、居心地が良かったり、まあ、プロたちもたくさん来るので、はい、こういうちょっとカフェスペースみたいなイメージで、しかも後ろにはパッドビューというですね、これちょっと後で、あの、ね、ぜひやってみたいですね。すごそう。まあちょっといろんな機会があるんで、はい、楽しんで見てください。今あの井上コーチが、コーチングされてる女子プロの方、何人ぐらいざっくり、15名はいますね。じゃあそのプロの方たちもここで、はい、にレッスン、なんなら毎日ほぼ毎日。じゃあもうここの会員さんの方だと、練習してる時にプロの方が突然やってくるみたいな、うん、あ、そうですね、日常日常さんすごいですね。そんななかなかないですよね。そういう、こうジュニアだったり、まあそれこそゴルフ大好きなアマチュアの方だったりプロだったりが共存してるっていうのは、すごいこう僕にとってこう一番の理想の形なので、そういう意味ではここに、ここの空間っていうのは、うん、僕がイメージしたその、まあ、共存というか、みんなが楽しむっていう場にはなってるのかな、はいはい、だからここでプロの練習を黙って見てるようなアマチュアの方もいるし、はいはい、ジュニアゴルファーもいるし、はい、そんな、なんかこう自分にとって居心地のいい空間、なんか居心地となんか常になんか新しい刺激がもらえそうな、うん、そうですね、なんかすごい施設ですね。こっちからじゃあ、じゃあこちらに、はい、はい、おお、座席は、そうですね、これはですね、今映ってるのが測定圧を計測したり、足裏にですね、地面にかかってる力を計測するものです。これはあの井上コーチがやられてる YouTube チャンネルの方でも解説されてました、ね、はい、そうですね、当然その飛ばしに関して言うと、自分で当然力を出していくわけですから、自分でどうやって出力を上げていくのかっていう点と、当然クラブが合ってるかっていう、まあ、こういった点っていうのはとっても大事なことなので、その残ってる力があったら出したいじゃないですか、はい、でそれがまあ効率的なのか非効率的なのかっていうのを評価する上では、このスイングカタリストの意味っていうのはとっても大きいと思います。それと、まあ、ここには、はい、まあ、こう、おー、はい、そうですね、これはプレッションというね、なんですけれども、まあ、どういう風にクラブが動いているかみたいなね、このクラブ飛ばないよっていうのが、はい、クラブの責任なのか当て方の責任なのかみたいなところを考える上では、こういう、リアルな写真のようなですね、うん、スーパースロー動画というか、生の絵が一番こう説得力があるじゃないですか、はい、まあ、感触でどこどこ当たったっていうのと、実際に本当にそう当たったのかっていう、全然違うので、うん、まあ、この辺もすごくこうアマチュアゴルファーの方への分かりやすさっていう点では、うん、もうめちゃくちゃいいと思います。なんかゴルフの見える化がもうどんどん進んでるんでしょうね。そうです、そうですね、それと、まあ、おなじみというかですね、トラックマンと GC クワッドっていう機械と、はい、カメラ型の弾道測定器とレーダー型の弾道測定器っていうことで、お互いにやっぱり長所短所あるじゃないですか、まあ、僕らだと一応これ2つを持ってして、見えない角度を減らしていくっていうことを、まあ、念頭に置きながらですね、あ、レーダー式ってここからレーダーがこうバーッと出ていて、うん、こう測って、そうですね、でこのエリアに飛んでったボールを計測してここで解析する、そうです。でこっちはカメラですね、カメラはここから見てるわけですね、こうクラブが動いてくる絵を今の筒さんの角度から見てる、こういう目で見てるんですね。そうそうそう、まあ、ボールとそのフェースが接触した、そうです、視点の情報がここでカメラで収める、そうなんです。
こいつも、うん、この子もすごいですからね。この子ギアーズです、はいはい。スイングカタリストとギアーズとかを、まあ、連動して、今我々はこうゴルファーズドッグっていう、はい、そのいわゆるゴルファーをまるっと人間ドッグみたいに診断してしまおうみたいなものを、我々レッスンコンテンツで出してるんですけど、はいはい、一応ですね、病気の発見と同じようにギアーズと、スイングカタリストだったりトラックマンギア、クワッドで測ることによってまず病気の名前をはっきりしようと、あなたは健康か、うん、そうじゃないか、はい、しっかり診断してしまおうというものを提供してますと、うん、このように、まあ、3D でですね、全方向から動きを見ることができると。で当然ふーんっていう話になりやすいところをですね、現場ではある程度優しくというか、ここのポイントが問題ですよっていう形で優しくお伝えすると。でこれをね一個一個細かく伝えるとうわーって、まあ、項目たくさんありますからね。そうこれ以外にもう数字が多すぎて意味がわからんということになってしまうんで、まあ、根拠はたくさん揃えてるっていうだけですから、あまりこういうものがあるからうわーそこ難しそうだみたいなことを、思われないでいただきたいなと。僕らはあくまでもその、ね、この今言うこの一言がどれだけの意味と価値を持つのかってことの担保のためにこういうのを用意してるというか、まあ、コーチングの裏付けだったり、ね、まあ、どこから手をつけるかって優先順位をこう明確にするための材料って考えていいんですね。そうです、そうです。で結局こういうのがあると、まあ、結局難しく説明するんじゃないかっていうふうに思われるかもしれないですけど、こう理想が何かっていうよりもこのお客様何ができるのかっていう目線が僕らとても重要だから、当然ながらその可動域だったり筋力だったり、まあ、ある一定の年齢までいけばですよ、やれることって限定的になってくるので、じゃあこの中で何ができるのかっていう発想を当然持つ必要性があります。その人それぞれのできることとできないことのじゃあ振り分けをまずしてみたいなところもありますね。正直ありますね、はいはい、なのであまり難しいことをお話しするというよりも上達するためには、こういう要素が必要ですよっていうようなお話をさせていただくことが多いですかね。まあでもこの辺はね興味はあると思うので、ご自身がこの中にここに来ると測れると、そうです、来てやると自分のアバターが出てですね、俺こんなスイングしてるんだっていうのをより、まあ、正確にですね数字としても評価することができるというのがギアーズです。はい、じゃあシミュレーションはですね、ゴルフゾーンの、まあ、GDR という、まあ、練習場モードといったらいいですかね、はい、でも一番お客様が好きなのはここだったりすると、まあ、全然力を抜いてるわけじゃないんですよ。ただ一般のお客様からするとインドアで、アウトドアのような景色に向かって打つっていうのはやはり、一番好まれる方が多いですよね。レッスンだけを目的にしてるお客様ばかりでは当然ないので、はいはい、この練習場ではこういった GDR のようなですね機械で練習していただくお客様が何なら一番多いと。あ、ちょっといよいよ、はい、ちょっと気になってる、はい、インゴルフは間違いなく初公開なんですけど、あれ、こんにちは、あすごいです、はい、じゃあ今全然撮影してるのを知らずに鬼修理プロ降りてきましたけど、はい、鬼修理プロです、はい、今から練習するだけなんで、はい、すいません。本当にプロの方来ちゃってるんですね。すごいです。ちょっとそうです、これからプロテスト受けますけどね、ぜひ皆さん応援の方よろしくお願いします、はい、チャンスがあったらぜひ、はい、それでこれハプニングがいろいろ起きてます。ここがですねパッドビュー、見えますかね、はい、見えますかね、光の筋が上から、よくこれ動くんですかみたいな、床動くんですかみたいな質問を受けるんですけど、これは床はですねもともと傾斜がついていて、そこにですね、計測を事前にしてあって上のプロジェクターから映すと。そうなんです。それでどこの位置からでもですねもうすでに計測してあるので、今私が場所を変更しましたけども、これ 2,3 度ついてる感じ。そうですね、こっちがだいたい2度ぐらい。そうですね、ちょっとこっちが高い、はい、で今、まあ、ここの傾斜をですね、こういうくらい、おお、ミンゴルじゃないですか。そうです、そうです。ただ傾斜をこう見える化して、どのような、まあ、傾斜があるのか、じゃあこの傾斜に対してどれぐらい曲がるのかっていうのを訓練する。なのでこのパッドビューはうまく活用すればですよ、ラウンドをほとんどしなくてもパターン明示になれる。もうゴルフ場のそのラウンド前と後の、そうですね、プロの方たちがいっぱいやってる、うん、パター練習の
そうです、そうです、あそこからこう吸収できるわけですね。そうです、そうです、まあ、大体今これ4メーターぐらいのパターまでできるんですけど、はい、大体パターって3メートルぐらいからしかチャンスじゃないので、基本的にないですね、はい、いわゆるワンピンってやつですよね。そうですね、はい、3メーターだと 45% ぐらい、プロですよ、はい、PGA レベルの平均で、プロゴルファーの人で3メートル 45%、うん、そうです。なので、まあ、アマチュアの皆さんだったらもうなんなら2メートルぐらいがある程度の確率で入ってくればそれだけで十分だと思うんですね、まあ、それを練習できるっていう意味ではここは非常に有効な。ちょっとやってみたくないですか。どうぞどうぞ。まあ、ラインの読み方も様々で、このようにストレートのラインを設定して打つ方法もあるし、こういうカーブ型ということでイメージをしている場合もやってみます。なんか打ちすぎですあれ結構速いぞ。10フィートちょうどジャストグリーンスピード10です。こんな感じです。大体女子のトーナメント、はい、平均ぐらい、ね、そうですね、はい、まあ、ある程度そこも意識して10フィート。これラインの見方の後のこうなんか立ち方とか全然変わってきますね。そうですね。で実際はこうトレーニングするときにはこう消して、おっ、そう、ようやく入りました、まあ、実際にこうプロのトレーニングだと今みたいに、わざとこう見せて下向いて消して打つっていうようなこう流れであったり、これを無限にやります。あ、まあ、やっぱり結局、ね、うん、アマチュアゴルファーの方って練習量がやっぱり少ないので、効率的に練習しなきゃいけないのは当然なんですけど、基本的に練習しなくても上手くなることを探してしまうので、はい、これはね、本当難しいと思うんですよ。でもだとするとある程度の練習量を楽しくやらなきゃいけないじゃないですか。だからここはその辛いっていうかつまらない練習を楽しくするための場所とも言える。パターの練習もしかり、さっきのようなそのインパクトの付近の映像を見るのもしかり、そうすると自分がなぜミスショットをしているのかが分かるから、そこに対してしっかり取り組むことができると。まあ、このあたりがこの練習場の一番の魅力かな。皆さんだって練習をコツ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 いらっしゃってるんですよね。そうですね、もうたくさん、はい、しょっちゅう練習しなきゃダメなんだな、なかなかゴルフ、ね、まあ、練習してるって言っても ああやってもうみんないたずら書きばっかりしてるんですけど、これはよくあ、そうです、見るやつですね。あ、そうです、はい、はい、ちなみにゴリラの元って何？まあ、要はみんなめちゃくちゃ飛ぶんですよ。今指導してる選手たちはもう本当に飛ばし屋ばかりで、まあ、特にもちろんアナイララプロと皆さんご存知の通りものすごい飛ぶんですけど、すごいですよね。そうですね、ここら辺に平均飛距離が多分出てると思うんですよね。まあ、本当に今先日ですね、アナイララチャレンジっていううちうちのこう遊びをやってたんですけど、もうやっぱりララがいることによってこう全体のこう飛距離に対しての意識が高まったり、実際スイングカタリストだったりこういった測定器があることによって彼女たちってものすごいもう自分の中の限界値まで飛ばせるようになってるんですね。でそれをまあ試すというかね、ララン挑戦みたいなのでこの間シリーズでやったんですけど、まあ飛ぶ250ヤード未満って一人でね、ツアーで勝とうと思ったらある程度距離がなかったらもう全然通用しないと思うんですね。プロの世界でもやっぱりそうなんですね。そうですね、はい、でまあその限界値は240だと思いますけど、もうあと何年かしたらもう250が最低ラインということになってきて、もう300ヤード打つっていう女子プロも絶対出てきます。もう絶対未来にも向かってるわけですね。そうですね、そういう時代に向けて、まあ、指導したり、まあ、選手には頑張ってるっていう感じ。そのための施設なんですね。そうですね、250。おー、ちょっといきなり見てもらっていい？どんぐらいですか？257。前より飛んでますよね。前より飛んでますね。でも最近やったレッスン知ってますか？もうめちゃくちゃ初歩的ですよ。もう全部ヒールに当たるんですよ、はい、でヒールに当たってることに気づかないっていう。おー、
でもプロレベルでも、はい、そのわずかにヒールに当たってることとかって、ね、気づかなかったりするんですよね。だ結構こう難しいことをやってるようで、あのプロでも簡単なことをこう間違うというか誤解してる、うん、で今ほらこうやって完璧なシーンですか、うん、完璧なシーンだとこれちょっと測れてないけど241キャリー意識しないと意外とその球がまっすぐ、あ、260ですね、球がまっすぐいったっていうことでなんか良しとしてしまうっていうかね。で実際ちょっとこうダッチシールでちょっと練習してごらんって言ったら、あのちゃんと芯に当たるようになりましたって報告してくれたり、まあ、結構そんなその特殊なことをやってるっていうよりはちょっとした気づかないようなこと、気づかないで悪くなってしまっているようなことを、ね、気づくきっかけを提供するっていうような感じが多いですね。ありがとうございますありがとうございます。尾西ゆりプロです。はい。ありがとうございます。はい。コーチ、あの、はい、今後、はい、こう、井上、うん、ゴルフ大学とか、はい、なんかこう方向性というかこんなことやろうみたいなのってなんか企画あるんですか。ですね、まあ本当に今まで指導だったり、はい、女子プロゴルファーのみんなとその、まあ、その彼女たちの素晴らしさというかね、うまさっていうのを見せるっていうところを、まあ、主な目的にしてきたんですけれども、はい、まあ、さらにアマチュアゴルファーの方に寄り添って、じゃあ何かこう上達、ただ1回だけ指導して上手くなるってありえないわけですよ、はい、で先ほども言ったようにゴルフって簡単に上手くなるスポーツではない。なのでその僕らの世代だとなんかこうガチンコファイトクラブってツーさん見てました？あの実は同い年なんです。僕ね大好きで、要は竹原さんがもうめちゃめちゃ追い込みながらこう鍛えていくみたいなね、ボクシングならではね、あの不良少年たちをプロボクサーにしていくっていう、ああいう企画番組ですね。あんなのもあって、まあ本当に井上徹ね、ガチンコゴルフ塾みたいなね、ガチンコゴルフクラブとかね、そういう感じの企画で、まあ何名かのアマチュアゴルファーだったり、女性も男性も、まあ初め初心者の子ももしかしたらジュニア子も分かんないですけど、まあ何人かをピックアップして1年間その経過観察をしながら指導していくっていうような企画を考えています。それはもうあれですか、その応募条件とか何かあるんですか？いやもう全然ない、もう単純にやる気。もう基本ゴルフやっぱりうまくやらなきゃうまくならないんですよ、はいはい、実際今僕もね東京大学ゴルフ部の監督も務めてて、はいはい、あの上達の条件ってさまざまあるけど、はい、やっぱりやる気のある学生と、はい、そのまあ、みんなやる気はあるんですよ、はい、ただ現実ゴルフにどれだけ時間を費やしたか、はい、どれだけゴルフに対してこう訓練したかっていうことってやっぱ関係するわけですよね、はいはい、でそこに適切な情報だったりこういうテーマをやってくださいっていうことは僕らは言えるんだけど、寮に関してはやっぱりそのレッスンを受ける側の時間のあり方とか、はい、そういったところの問題になりますよね。なので、今回の企画ではできるだけね、はい、そういう練習時間を割いていただくとか、やる気があるとか、はい、そういったところに植えておきながら、はい、まあ、たくさんの方がやりたいっていう要望があれば、はい、その中から選ばせていただきたいな。じゃあその企画がもしスタートして、うんうんうん、一般の方で来られたらここの設備使って、うん、あもちろん練習できると。まあまあ毎日じゃないですけど、はい、その定期的に、指導させていただいたり、いきなり、練習場だったりラウンドでその問題点をチェックした後に、じゃあこの選手はこういう風にスイングを作っていけば、さらに上達するだろう、これぐらいの練習量やってくださいっていうようなミッションをこう、こちらから提供したり、はいはい、だから練習の量だったりテーマだったりっていうのをこちらからどんどん出していって、その方たちの成長をこう見守るっていう形、はいはい、なんで、まあ、逆にその番組を通して多くのアマチュアゴルファーの方が、あこういうふうにやらないとやっぱりうまくならないんだっていうことも、まあ、見ていただくのがいいかなと。で今トップアマにいらっしゃる方って学生ゴルファーがきっと多いんですよね、はい、でそういう方々もその一度はね熱くなってる時期っていうのがあるんですよ。ものすごい練習した時期があって、高止まりする時には月に1回2回の練習でいいよっていうような方が多いんですよね。
なのでそのこの瞬間この1年間熱くなってもらえますっていうことです、ね、ああそれを作るためのこうガチンコ企画というか絶対に、はいはいはい、でこんな手軽にうまくなろうと思うなっていう実際そうですからだからその皆さん簡単に手軽にうまくなるようなものを探してると思うんですけどそのうまくなるっていうプロセスそのものを見せられるっていう意味ではこの企画はとてもいい価値があるものなのかなと思ってますイメージですよイメージですよもうたまにあのね選球手とか言いますから僕おお言いますやっぱり練習しないでうまくなろうとか絶対ないですからだから時にはその選球打つことに意味があるっていうよりは、はいその選球打つ中に意味がある練習が存在するって言った方が正解かもしれないですね物事って達成感もすごい大事だからその達成感を作るために何かこうその人にとって非常に苦しいようなことっていうのを宿題として課すとかねあり得ると思いますでもそんな覚悟がある人はぜひっていうことですね、はいはい、でももうこう見ていただくと思いますけども数々の優勝票が彼女たちも井上コーチのそういうミッションを次々とクリアして、まあ、そうですね、はい、優勝カップに手が届いてるんですね。そうですね、めちゃくちゃ怖いコーチとは程遠い私ですけれども、ただ育成の過程の最初に熱くなる時期っていうのが特にそれが必要だっていうふうに思うので、この企画に、ね、募集してやりたいという方はですね、もうそういう熱い気持ちを持ってエントリーしてきてほしいなと思います。いやぜひ皆さん企画がスタートしましたらぜひぜひと思いますんでぜひぜひ両チャンネルご覧いただきはいありがとうございます。